非常に残念なんですけども、もうこのコロナ禍の環境においてはもう仕方がないのかなと、まあ、それは迎える日本側もそうですし、海外の選手、お客様含めてですね、本当に安心して日本に来れるのかどうか、そこがよくわからないので、まあ、今回は致し方ないというのが僕の個人的な考えです。で、率直に言えば中止すべきだと思います。で、次がパリ、で、次がロサンゼルスって決まってるんで、2032年とか、あるいは36年とか、そこで改めて東京で開催すれば済む話なんで、今回、個人的には中止するのが一番ベストだとは思います。僕もオリンピック のボランティアやってるんで、本来ならば海外から来られる方、お客さんたちのこう道案内とかするボランティアだったんですけど、残念ではあるんですけど、まあ、やっぱりどうしようしょうがないかなっていうのが、やっぱりインバウンド の方々が来るのをやっぱり当てにしていた業界っていうのもあると思うので、まあ、その人たちはやっぱりちょっとかわいそうかなっていうふうには思いますね。